今年も寒くなってきたんで、冬支度でワークマンに行ってきていろいろ買ってきたんですけど、中でもですね、全然使えなかったアイテムがあったんで紹介します。ちょっと返品したいんですが、これは、靴下なんで返品できないそうで、残念ですが、ちょっとお蔵入りというか、まあ、どうしようかなって感じなんですけど、商品がこのネオプレン素材でできている、サーマルソックス。ネオプレーンソックスルームシューズですね、チチプラン株式会社っていうところが作っていて、ワークマンでは1500円で販売されていました。あのダイビングとかサーフィンとかで使うこのネオプレーンっていう素材で作られた、まあ、スリッパルームシューズみたいなもんですね、サイズが L で、まあ、部屋の中でですね、まあ、靴下履いた上に履いて、まあったかければいいなと思ってこれ買ったんですけど、めちゃくちゃこれ中で汗がこもってびっしょびしょになります。なんかしばらくこれ靴下履いて、でこう足入れてたんですけど、もうね中がね触ったらね、ほんと水滴がつくぐらい汗が外に逃げないんで、もう気づいたら汗べっちゃべちゃにで足が濡れちゃってて、もうやっぱりそうなるとその汗が冷えて寒いですよね。で、かつ、これ自体も全然乾かないんですよ。素材として。なので、脱いでからしばらくしてるんですけど、もうこの中はですね、その時本当に触るともう濡れたタオルみたいなぐらい濡れてました、その時は。まあ私がちょっと足に汗を結構かきやすいっていう体質もあるんですけど、ちょっとこれ全くこのなんか防寒にならないんじゃないかなってちょっと思って、なんかまあこの雪山の写真がついてますけど、雪山とかで履いたら多分これ汗がもう水滴になって、それが冷えてなんか凍傷するんじゃないかなってちょっと思ったんですけど、これ私の使い方が間違ってるんだとしたらちょっと申し訳ないんですが、もし正しい使い方を知ってる方がいれば、むしろぜひこれちょっともう返品できないしゴミになっちゃうんで、ぜひ教えていただければ嬉しいです。